はい、16対9の四角の中に生きる妖精ですえーっとこれは中西のカップ麺ですねえー2月20日21日22日に食べたカップ麺ということではい参りましょう参りますはいえー札幌市番、野郎ラーメン豚骨野郎ラーメン東京渋谷センター街総本店炒めた野菜の香ばしい風味が食欲をそそる濃厚豚骨醤油味おい、うん、しかったですよ炒めた野菜っていうね風味ね もうもう、もやしラーメンみたいなね。結構もやしの風味が効いてましたね。美味しかったでしょ、スープね。うん。ただね、麺がね、すごくいかつい。丸っこくて、太くて、硬くて。面白い麺なんですが、この麺ならもっとスープの、えー、味を濃くする。 うん、そうすると、スープ飲むのがちょっとね、はばかられるので、そこら辺がねど、どうしたものかっていう感じですね。まあでも美味しかったですよ。うん、麺に見合うほど濃くはなかった。濃厚ではなかったですね。うん、味を濃くする代わりにとろみをつけるか。うん、油を多くするか。もう、もやしの風味良かったですね。うん、え次、マル、ま、ちゃん。第8回最強の次世代ラーメン決定戦。審査員特別賞。三つ坊主。 かもし、監修。匠の一杯。燻製風味味噌混ぜそば。インパクト抜群の燻製味噌混ぜそばって書いてありますね。インパクトはありましたね。燻香がすごかったですよ。うん。味噌の風味。で、鶏の油ですかね。ラードとかも入って。油が結構ね、強かったですね。油っこかった。のせいで、ちょっと食べづらいっていうのがあるので、えー、スパイスね。 なんかね、とんがらしとか、もうちょっとスパイスをね、効かせてもらったら、もうちょっと食べやすかった。味もしまったと思います。なんかもやっとしちゃってね、油が多いせいで。あとは、まあまあ、魚粉とかも入っておりまして、はい。麺は、まあ、太くて、しっかりしてて。これもインパクトのある麺で。インパクトの点で言えばね、燻行と麺のいかつさと、インパクトはあるんですが、もう一味っていう感じはしましたね。うん。まあ、美味しかったでしょ面白かった。うん。うん。次、えー、マルカ食品さんですね。 これはね、ペヤング、焼きそば。 ペペロンチーノ風。も美味しかったでしょペペロンチーノ風。うん、なんですが、本来のペペロンチーノ、アーリオオーリオペペロンチーノね。あの、本来のそれとは、またちょっとね、生のニンニクの風味が強かったですね、これはね。本来はだから、ちょくちょくね、油でね、香ばしいニンニクの風味を出す。ちょっと焦げ、焦げ、焦がしも入れつつ、はい。そこら辺の香ばしさとはちょっと違いまして、生のニンニクの風味が強かったですね。まあ、でも美味しかったんですけどね。なんか方向がちょっと違う。アーリオオーリオペ,ペペロンチーノとちょっと違うなっていうのはありました。 まあまあ、美味しかったですようん。次、セブンプレミアム、これは日清さんですね。台湾、麺鮮<線>。綿鮮<線>。綿鮮。ね。パクチー香る、カツオだし、とろみスープ。これは食べ先で食べまして、はい。ホテルでね。あの、ピントが合ってないんです。<laughs> すいません。この、この辺のね、食べてる時のピントが合ってございません。はい。すいません。うん、美味しかったですよ、すっごいあっさりしてました。麺も細くてね。 鰹がすごく、あ、まあでもね、粉。魚粉、鰹の粉。だから、ちょっとザラつ、ザラつくんはザラつくんですよ。そこら辺ちょっとよく、んちょっと、うん、もうちょっとサラッとして欲しかったんですが、とろみもありまして、美味しかったですよ。ほんとカっていう感じでしたね。パクチー香るっていうんですが、噛みしみないとあんまり香ってこないですね。スープ自体にはそんなに反映されてないですね。パクチーの香りは。麺ン台湾麺ンすいません。<laughs> まあ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 、はいはい。あ、美味しかったでしょ。うん、麺が細かった。 うん、で、つるつるすごいね食べやすかったですよみやんせん,やんね今週のグランプリどうしよう見送り、はい、見送りますあーであであそうだ あのお弁当だ。お弁当ね、新しい仲間、僕にとっちゃね、日霊さんの自然解凍でいける、えー、九州産ほうれん草のほうれん草バター炒め、入れてまいりまして、その前に、その前の日なんですが、イカの天ぷらとね、手焼きチキンで巻いた3種野菜、ゴロンと肉厚ハンバーグ、全部美味しい。あの、イカの天ぷら、改めて食べたらすごく美味しく感じましたね。で、えー、もうなんかぐちゃぐちゃ、もうあちゃぐちゃしてますね。はい。 あ,あっちゃこっちゃしてまますすねはい,すいませんあっちゃこっちゃ最後えっ、ー、と赤飯お赤飯私厄年でしてお赤飯を配るっていうのがねありましてあの親戚にそれでお赤飯を場持餅の遍場屋さんっていうお店がせ赤飯をやってらっしゃるんですねその赤飯が美味しくてね、うん、すごく美味しいんですまあそれを配ってはい美味しいから配ったのではなくてまあそういう習慣ですね厄払いにいいか分かりませんが美味しいんですよこの赤飯ねすごく美味しい と、その赤飯によく添えられてる、閻馬屋さんのね、赤飯に添えられてる昆布。これがすごく美味しいんです。閻馬屋の昆布っていうね、昆布つくだ煮っていうのが売ってあるんですけども。そのつくだ煮もすごく美味しいんですよ。肉厚でね。あと卵焼きと一緒にね、食べましたね。閻馬屋さん美味しい。うん。赤白さんもいいですが、閻馬屋さんもよろしくお願いします。美味しいんです、すごくね。うん。まぁ、あ、ちっことで。はい。まぁ、あ、じゃ、まあちまぁ、あ、じゃあまいい天気ですね。照り返しもすごくて。 照り返しもね、よろしくて、いい感じで、はい、すいません、<laughs> まじゃ